影に泉は来て、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえ、この身を主よ、十字架の影に常しえまで、十字架の影に行きし時に、影に常しえまで、十字架の影を求め続け、険しき坂を登る時も、おらせたまえ、この身を主よ、十字架の影に常しえまで、離れん御国の角にいる日までは、おらせたまえ、この身を主よ、十字架の影に常しえまで。小室圭氏は狡猾な蛇。70年に及ぶソ連の地獄は次のような共産党宣言から始まった。一つの妖怪がヨーロッパに現れている。共産主義という妖怪が今日本の根幹皇室を破壊しようとして、悪魔勢力は小室圭氏を光の天使妖怪に仕立てて暗躍しています。秋篠宮家は眞子内親王を尊重して結婚を了承したのであろうが、いささか判断が甘かったように思われます。日本人の心の拠り所である皇室の権威を人間的価値観で判断したとすれば問題。その甘さにつけ込んだ小室圭氏のありようは、エデンの園における蛇、悪魔を連想させます。神は食べてはならない、死んではいけないと戒めていたのに、蛇は言葉巧みにうずなエヴァに近づき誘惑堕落させた。神の戒めはアダムに与えられており、間接的に聞いたエヴァの責任ではないものの、蛇はその感激を利用してエヴァを騙し横取りした。タテイアノスによると、善悪を知るの木を食べるとは、正に目覚めたアダムエヴァが成功に及んで堕落したこととしています。日本のイザナギ・イザナミの国海神話では、ヒルコが生まれたのはなぜなのかを相談したところ、女から声をかけたからだと言われた。
初めからことを天つかみに相談していれば失敗はなかったのです。聖書の真髄も神の御心を本文とせよです。小室圭なる青年は自由恋愛の現代といえども、皇室のお姫様と接するとき、自分の家系、家柄がふさわしいのかを謙虚に考えたのであろうか。日本人の常識からすると、その心の根が素直でなく、ずぶといとなると、アダムに嫉妬した蛇と同じ霊的背景を持つ異邦人、妖怪とみなされます。解決策は武田恒康氏が主張するように、小室圭氏が身を引いて婚約を辞退すること。二人の愛ゆえに不可能であるならば、政治的判断で婚約解消を促すべきです。日本人の国柄伝統は、一皇族の意思より優先されるべきはもちろん、時あたかもことほぐ令和時代を迎えた日本国民は、恐れ多くも賢くも生ける神を改めて厳粛に敬う事柄です。天からの雷火事親父の鉄槌が下る前に。創世記第3章。さて、忍ぶ神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので彼も食べた。すると二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、一軸の葉をつづり合わせて腰に巻いた。